テラのやつって、固まんないとなんか虚勢張れないの。ふかふかな、ふかふかなクソガキってあれです。カフェの後ろ立てがないとなんか調子乗れないんですよ。ね、ゴミだわ。車ごと粗大ゴミの集積場にね、自害してほしいね。最低。本当ゴミだ。こんなジャイアン見たことない。本当、ああいうゴミ見てると、どうしようもないの。クソガキが、クソガキがなんか調子乗って。どうしようもないガキだ。なんで有楽町線にこんなクソガキがいっぱいいるの。せガキが、せゴミがなんでこんなに。マジか。有楽町線ってだってあれなんだ、サラリーマンとかのことはあれなんじゃない。なんでこんなガキがいいの。せクソガキがなんで。お友達が入れないとなんか調子乗れないクソガキがなんか めっちゃやかましいんだけど、なんすなクソガキがいいの。どうした。飛沫飛ばしてるクソガキが。何やっせえな。ほんとゴミだよね。さすがうちの不動産屋偉いのね。マジで。ほんとゴミだわ。何でしょう。ああいうやつに限ってなんか一人ぼっちになった時になんか学校のトイレとかで一人でなんかあれでしょ、弁当食ってんでしょ。ああいうなんかお友達がいないとなんか虚勢張れないなんかスッカスカのクソガキが、そう、なんか大学とかに行ってなんかお友達が入れないとなんか強制入れないから、あれでしょ、トイレとかでなんか一人で飯食ってるんだよ、ね、あれはゴミだ。俺は6時だな。これ6時だよ。もうさ、ゴミが喋るとかも最低だわ。かわいいよ、気持ち悪いな、マジで。恋がね、気持ち悪いってことにね、気づいてない。クソガキがマジで。クソガキがうるせえわ、ほんと。調子乗ってんじゃねえよ。
奥さんだって別に旦那さんにイチャイチャしてるだけで可愛い子が見つけてる。気持ち悪いよ。不細工な男よりは可愛い女の子の理論ですよ。気持ち悪い。色味がほとんどショックがありまして、しかもあのクソガキと思ってたら、あのなんかあの気持ち悪いなんかオタクみたいなの。ショックはありマジで。ガテンがついた。ショックはあり。何あれ。気持ち悪い。あれでしょ。ああいうやつがあのなんか秋葉原とかでなんかあのなんかあのあれでしょ。なんかトラックとかで突っ込むんでしょ。ガキじゃなかった。あなんか中学生かと思って見てたらなんかまともななんかおっさんだった。まともななんかハゲたおっさんがなんか調子乗ってなんか あれだあのあれでしょ、あのロッテの試合の帰りでしょ。中学生だと思った。中学生だと思ったら違ったわ。飛沫なんか顔見て分かった。顔見てもなんか諦めがついた。気色悪い。気持ち悪いね。気持ち悪い。気色悪いなマジで。最低最悪や。電車の中で喋んなって言ってるのに。ゴミだね。気持ち悪いわ。引きしょいんだけど。ショックはありまして、中学生かと思ったらなんかハゲたおっさんだった。一発の大人だった。一発の大人にびっくりした。ディズニーランドの帰りのなんか中学生が、
最悪でしょ。気色悪い。グフフフフって何だ。グフフフフって笑ってる。気持ち悪い。気色悪いなマジで。グフフフフって笑ってる。気持ち悪い。大概にしろよ。気持ち悪いなマジで。ちょっと見たら気持ち悪い。グフフフフって笑って気色悪い。うわ気持ち悪い。いいでしょ。マジゴミだ。シャハハじゃねえ。マジ気持ち悪いわ。あいよ。ハハハじゃねえよ、気持ち悪いマジで。なんだ言ったら。
次は地下鉄赤塚です。The next stop is